どうも、タカオヌスです。4月30日、小フェス、ちびゆうこが実装されました。今回もピックアップが終わる前に、さっさとラストワードだけ解説しようと思い、動画をアップしました。まず、ちびゆうこのラストワードですが、なんと全部、水属性バレット。しかも全体攻撃です。これはコウマ島に欲しいところですね。ブースト追加型も311型で、周回性能も高そうです。バレットの詳細をざっくり見せますので、じっくり見たい方は、一時停止してください。攻撃前スペカ効果が星5覚醒で、インコ速力各3段階ずつ上昇、スキルや能力でも速力上昇、ラストワードの3から6バレット目に残熱弾、小フェスということもあり、高い残熱弾補正値による火力設計がされていると推測、クロヨームの残熱弾補正値が 80% みたいなので、それと同等か近い数値だと思われます。1バレット目に広い特攻範囲があり、特に妖怪特攻持ちなので、刺さる敵も多く特攻火力が期待できそうです。装備推奨絵札は貫突で水属性威力 40% アップの私のお気に入りです。高い補正値だと思われる残熱弾持ちということで、この絵札一択になるでしょう。残熱弾、硬質弾の補正値が高いと陽光、陰光の元の上昇ランクにもよりますが、威力アップ絵札の方がダメージが伸びます。ちびゆうこの場合、スキルラストワードの攻撃前スペカ効果合計で最大6段階上昇するので、選択肢は高い上昇率の威力アップ絵札になります。なければ陰光上昇絵札で良いですが、完全な妥協絵札になるでしょう。スキルは2ブーストできるように、スキル1、スキル3のレベル上昇イベント探索でやってみます。ご覧の通り、特攻が刺さればとんでも火力だということがわかるでしょう。ちなみに特攻、弱点、両方なしだと貫突、私のお気に入り装備で、ゆうこよりはダメージが出る程度らしいです。1バレット目の特攻が刺さるかどうかで火力がかなり変わるみたいなので、コウマ島でも水属性弱点フルブレイクができる場合は特攻を意識して使った方が良いでしょう。このように超火力のちびゆうこですが、実はフルオート周回だと強豪相手がいます。それは村佐みなみつです。村佐はちびゆうこと同じブースト追加型311型のラストワードで、バレットの全てに残熱弾があります。一番威力が高い1バレット目に残熱弾があるのが大きいです。速力バフも合計6段階。村佐に関しては先日手に入れたばかりで、実際に検証したわけではないですが、この残熱弾の数で周回火力の差が出るのかもしれません。有志の方の話によると、周回火力はちびゆうこと同等か村佐が上回るらしいです。とはいえ極端に変わるわけでもなく、差別化として村佐とちびゆうこで特攻範囲が違います。特攻範囲の違いで使い分けると言った方が正しいかもしれません。ただしこれはフルオートでの話です。村佐も自身に凍結付与することでちびゆうこ同様残熱弾に関係する速力が上昇しますが、村佐と違いちびゆうこはさらに毒斬りにより陰光、陽光、クリティカル命中、クリティカル攻撃のランクを上昇できます。スキルによって凍結、毒斬りを最大2枚ずつ自分に付与、手動でやるとフルオートと違い結界を自動で割ることもないので、バフを生かすことが可能です。全て水属性バレットである点、能力によるクリティカル攻撃上昇で特攻火力を向上できる点は村佐には越えられない壁です。コウマ島だとちびゆうこに間違いなく軍配が上がるでしょう。ただしスペルカードはラストワード前のセットアップという側面が強いので、スペルカード全て属性バレットである赤マリサや黒ヨウムに比べたらコウマ島でやれることは少ないかもしれません。以上、ガチャの参考になれば幸いです。